タイムドメインスピーカーとは、タイムドメイン社のユイケイジが提唱する、タイムドメイン理論に基づいて設計されたスピーカーの総称である。タイムドメイン理論の根本は、原信号からその周波数成分を保存するだけではなく、時間軸上の波形で見た信号をも、忠実に保存し再生しようということである。タイムドメイン理論が主張する波形忠実再生を実現しようとしたとき、 スピーカーは入力イコール出力という動作を求められるが、それを測るのがインパルス音である。インパルスは時間は限りなく例に近くレベルは無限。大で、すべての周波数を含んでいる信号のことで、インパルスをスピーカーに入力した時に、スピーカーからそれが再生できれば、そのスピーカーは入力イコール出力を実現しているのでどんな音波を入力してもそれと、 全く同じ音波を再生できる。つまり、タイム止めイン理論ーとは、インパルス応答をインパルスに近づけようとするアプローチと言える。インパルス応答が完璧なら、周波数特性は、振幅も位相も、完全にフラットになるので、波形も成分も満足していることになる。しかし当然ながら、現実には種々の物理的制約が存在するので、ユニット以外から、 余計な音が放射されにくい構造にして、インパルス応答を追求する必要がある。タイムドメイン社の主張では、従来のスピーカーシステムは性的な周波数スイープ検査が優秀であっても、インパルス応答が良くないため再生能力が低いとしている。良好なインパルス応答のためには、広い周波数に対して、時間の遅れがないことが必要である。現在普及している。 タイムドメインスピーカーの基本構造は以下の通りであり、大別して円筒型スピーカーと卵型スピーカーが現行製品として存在する。しかしユイが開発を手掛けたタイムドメインスピーカーの先駆けであり、ユイ自身が究極のタイムドメインスピーカーと発言する音気用のグランセプター GS-1 が2 w a イ3スピーカーオールホーン構成であったことなど、 必ずしも当てはまらないものもある。GS-1 は強固なキャビネットに応答性の良い、ホーム型ツイーターとホームロードをかけた、比較的小口径のウーファーユニット2台を使用し、さらにホームも徹底的に防振を施した構造で、ゆいは GS-1 は徹底した測定と主張で、作り上げたもので復刻は不可能であり、 現在のタイムドメインスピーカーの構造は安価で簡単な方法で GS-1 の音を再現するための構造であると発言している。複数のユニットを用いるマルチウェイ構成のシステムではユニットの位置やネットワークのために位相の乱れが発生しインパルス応答が不良である。またスピーカーユニットの振動がキャビネットに伝わり時間が遅れた 不体温を発生することも有害としている。またマルチウェイ構成では必須とされる、ローパスハイパスのフィルターを用いると位相が回転することが避けられないため、周波数による時間差が少ない小口径フルレンジユニットを使い、そのスピーカーユニットの反力を森に負担させ、かつキャビネットから男性体によって浮かすことを基本とする。なお、タイムドメインでは、 電気的な影響よりも振動などの機械的な影響を重要視し、微小な信号の立ち上がりを妨害する不要な振動や共振を抑えることに重点が置かれているため、他のオーディオのような高出力なアンプや電気抵抗の低い太いケーブルといったものは重要視されていない。スピーカーとアンプを接続する洗剤など配線は振動の減衰のしやすさを優先して、 一般的に推奨されている太いものよりはむしろ細いものを推奨している。円筒型スピーカー、卵型スピーカーその他としてタイムドメインの理論で作られたサブウーファーも存在する。円筒型の構造をそのまま使用したものと比較的小口径のウーファーユニットを背面対向に配置してシャフトで結合し、この2本のスピーカーユニットを同焦駆動させる。 ことにより発生するお互いの反作用の力を利用し合わせ、グランドアンカーの代わりとし、男性体でシャフトをキャビネットに固定しているものが存在する。ありがとうございます。